つれつれかさ、第52弾、段ンなじにある法子、ホップ編です。音読をしながら品種分解をしていきます。漢字の読みなどを確認していきましょう。忍なじにある法子、年夜、まで、岩清水を、お、おがま、ざり、けれ、 ば、心浮く、覚えて、ある時、時思い立ち、て、ただひとり、一人価値、より、もうで、けり、極楽寺、コーラ、など、を、拝み、て、 かばかりと心得ここて帰りにけりさて、方への人に会いて歳頃思いつる。 こと、はたし、はべり、ぬ。聞き,き、し、に、も、すぎ、て。尊ととく、こそ、おわし、けれ。そも、参り、たる、ひと、ごと。 に、やま、え、のぼり、し、は、なにごと、か、あり、けん。ゆかしかり、しか、ど、かみ、え、まいる、こそ、ほい、 なれ、と、おぼいて、山、ま、までは、み、ず、と、ぞ、い、ぎ、ける。少し、の、こと、に、も、 選脱は、あら、まおしきこと、なり。はい。このんのじにある胞子というエピソード自体は、中学校でね、学校の教科書で教わったという方も多いはずなんですね。ストーリーを覚えているという方も多いでしょう。でも 高校生になってこのように品詞分解とそして文法に着目しながら読み進めていくとなると話は別だと思います。なんとなく分かっていたものを確実に理解する、そして覚えていくのが高校生では重要です。言葉や文法についてはステップ編で、そして現代語訳と解釈についてはジャンプ編でお話をします。皆さんは京都観光に来られた際、ニンナ 行かれたことがありますか京都市右京区にある大きなお寺ですね。それからね、これ、岩清水と読みます。岩清水八幡宮神社の名前なんですね。京都府の八幡市にあります。こちらには行かれたことがあるでしょうか京の都の鬼門を守るお寺として、比叡山延暦寺があります。 この岩清水八幡宮は裏鬼門、反対側の鬼門を守る神社なんですね。この第52弾、忍和寺のお坊さんが岩清水八幡宮にお参りに行くというね、非常にシンプルなお話なんですね。でもね、さすがつれづれさだと思いますよ。そのシンプルなお話の中に、非常に奥深い吉田健康の観察眼と、そして意見が書かれています。思い返してみましょう。 スウェーズネーカさんを皆さんとね、第8章でここまで読み進めてきたわけなんですけれども、例えば住まいは人柄が出る。人の考え方、生き方そのものが出てしまう。なんてお話もありましたよね。じゃあ、今回はただ単にお坊さんが岩清水八幡宮にお参りに行くという行動だけなんですけれども、その行動と彼のセリフ、このようなものから人物像が浮かび上がります。 そして、そのような人物に対して、吉田健康がどのような思いを抱き、そして、どんな教訓を得たのか。吉田健康の言いたいこと、これをね、読み取るのを忘れずに続けていただきたいと思います。では、言葉や文法はステップ編で、現代語と解釈はジャンプ編へと続きます。ホップ編復習の音楽です。みんな字にある法師 年寄るまで岩清水を拝まざりければ、心浮くを覚えて、ある時思い立ちて、ただ一人価値よりもうで蹴り、極楽寺、コーラなどを拝みて、かばかりと心得て帰りに蹴り。さて、家庭の人に相手、年頃思いつること果たしはめりぬ、 聞きしにも過ぎて尊くこそおわしけれえ。そも、参りたる人ごとに山へ上りしは、何事かありけん、ゆかしかりしかの、神へ参るこそほいなれと思いて、山までは見ず、とぞ言いける。少しのことにも、だつはあらまおしきことなり、 スレズレグスは第52弾リンナジにある胞子ホップ編以上です。